竹内涼真、涼真はワンオクの打ち上げの時に来たんです。初めて俳優やのにめちゃ歌うまいなっていう印象が強くわけです。ただまあ途中からやっぱり連絡取れなくなったんで、もちろん LINE 無視されてる状況だと思うんですけど、まあ、彼に対していろいろ話あります。